だいたいシーズンはこのぐらいの時間からやってるんですよ。まあ、暑くなる前にもやっちゃうっていう、ね、オフのシーズン。オフなんかも寒い時期にオフになるからだいたい8時か9時ぐらいから。それでもやっぱり朝早い、ね、午前中やるっていう感じで。でもジムがあるもんだから1時からオープンじゃないですか。だからやっぱり会員さんと一緒になっちゃうとやっぱり自分もできないし会員さんもできなく気を使っちゃうもんでお互いが、うん、それがあるもんで今午前中だけになっちゃったんですけどね。でも朝はもうプロテイン飲むサプリメント取るだけでそれだけですよ。で昼食を取るという形になるんですか。そうですね、これからもうちょっと1時間ぐらい置いて軽く食事取るようぐらいです。なんかみんな信じてくれないんですけどね。びっくりですね。トレーニング自体は以前より少なくなりましたよ。以前はもっと多かったからね。理由は年を食ったから。現在と今年は今41です、ね。やっぱトレーニング中は集中してるから余分な話しないっていうのはもうそこしたくないっていうの。もうワンセットワンセット全部出し切るっていう気持ちでやってるから呼吸も乱れてたのでそこで言いたいことがあっても後で言うんですよ。ためといてそれで終わってから言ったりだからそういうところは最初から徹底してやってるかなっていう、うん。怪我はやっぱ関節とかねどうしても筋肉筋量増やすには重たいのやっていかないと筋量増えないってことはとにかく肘とか膝とか、まあ、関節に対しての怪我はつきもんですからまあその辺はまあなんつったらいいのかな、まあ、しょうがないことだと思うんですよ。結局要はねいろいろサプリメント取っても毎日のようにトレーニングしてればねサプリメントの効果も当然なくなってきちゃうし休めて初めてそういう効果出ると思うんですよ。だけどね高重量のトレーニング毎日やってサプリメントねまあ例えば肘に対して怪我に対しての、まあ、コンドロイチン取ったりとかしても結局はトレーニングがハードになればなるほど取ってもそんな効果ないとは思うんですよ。だから結局もうだましだましやるしかないと思うんですけども、まあ、去年はまあアジア以降にやっぱ肘も痛くなっちゃったからここは一つオフを取って来年もっといい体で出ようっていう気持ちで去年って今年のオフはそれで過ごしましたけどね。そうですね、自分の体はやっぱりうちの奥さんがいたからできたようなもんでやっぱり結婚してからこう一気に良くなったっていうのはやっぱり奥さんの補助があったおかげだもんですからね、まあ、その点はすごい感謝してますよ。火加減の主役はうちの奥さんですからね。本当ですね。お疲れ様でした。どうも、マッスルハウスジムのアイドル合同夫人です。今日のトレーニング見まして、本当に驚きました。で、ゴードさんを、はい、
あの本当に形作ったのはもう奥さんの力であるというふうにもうこれはもう見て実感したんですけどね。実際どうでしょう。あでもやるのは本人なので一番きついのは本人じゃないかなって思うんですよ。でやっぱりそれ にこうちょっと手伝ってあげてるような感じで自分はいるんだけども、あのたまにこうやっぱりね、こう夫婦の間でもあるのでこう足を引っ張ってしまうところもあるんですよ。だからそういうところでも本当にこうあの補助の時はもう徹してもう相手に合わせるっていう感じで、あのだからもう言われたらはいはいって感じでもうそれに補助に徹してまして、要求されたらもうそれを全部あのやるようにはしてるんですけど、そのボディービル一筋の旦那さんにまあついていってるわけですけども、はい、もう今はもちろん国内もそうですけども、はい、アジア世界でいわゆる名前が売れたゴードっていう選手ですけども、その妻として、はい、そのご主人を見た場合ですね、その魅力というか、そうですね、最初どういうものを感じますかね。最初は私は普通の平凡な人がいいと思って、あの実を言うとあのボディービルをやってほしくなかったんですよ最初は。でそういうスポーツ選手っていうのはすごく奥さんができてないとダメじゃないですか。で私はとてもできないと思ってボディービルをやらないでくれって言ってたんですよ。でだけど本人がやっぱりこう自分が続けてきたのはボディービルしかないって言われた時に、あじゃあ応援してあげようって思って、それでやっぱりこう平凡な人がいいって思ってるんだけど、あの自分の中でもやっぱり夢を追いかけてる人にやっぱり惹かれてるんじゃないかなっていうのはあるんですよ。大変な分こう喜びも大きいっていうか、分かっちゃってるってことですね、はい、痛みを分かっちゃって勝利の美酒も一緒に分かっちゃってっていうこと。いやでもやっぱりトレーニングの辛さっていうのは私は分からないんですよ。だからあの主人にもあのやっぱり補助で鬼になってる分あのすごくこうトレーニングの辛さとか痛みっていうのは私は自分自身の中で分からないので、あの辛そうだねって言ってもこう通じてるのか、自分の中でご夫婦でねあのボディービルやられてる方すごいなって思うんだけど、私はとてもあのそこまでできないのでもう応援に徹して、うわっしゃ、今年の目標はとにかくアジアオリンピックで、まあ、表彰台狙うっていうことと、まあ、全日本もとにかく優勝したいなっていう気持ちもありますし、まあ、ユニバースはもうとにかく6位以内に入ってできたら表彰台狙いたいなっていう気持ちもありますけども、まあ、ユニバースはまあ、見ての通りかなり70なんかはレベル高いですからね、自分自身はやっぱり高いレベルの中で勝ち上がりたいっていうのはあるもんですからね。